宮城弘也、倍増の1億6000万円でサイン。宮城が19日球団施設で契約公開交渉に臨み、8000万円増の年俸1億6000万円でサインした。球団の高卒5年目では21年山本の1億5000万円を上回り、96年のイチローに並ぶ最高額。すごく濃い1年でしたが、最後に悔しい思いをした。来年はいい経験をした分活かしながら最後に勝ちたいと表情を引き締めた。よそファンやけど安くね、バリバリローテ回して3年目でも高卒やとこんなもんやっけ？って言って言っても3年連続140イニング台だしな。19歳、2軍、20歳、リーグ優勝、21歳、リーグ優勝、日本一、22歳、WBC 優勝、リーグ優勝、高卒4年目にして1億以上のエリート街道。まだ21かにやろ稼ぎすぎや。宮城も25歳で佐々木と一緒にポスティングでメジャー行くんやろか、仲良しやから同じタイミング狙ってそうよな。まあ今永でも人気になるんだし、当然宮城にもメジャーから声かかるやろな。25歳でポスティング要求しろって。宮城は今んとこ世代ナンバーワンやと思うが、メジャー行くには出力足りてないと思うわ。個人的には NPB で40過ぎまで第一線で投げてほしい。宮城このまま40歳ぐらいまで毎年12勝ぐらいしてくれないかな。